殺してくれ。ガイさんが船に弱いとしても、この波はさすがに来るな。さあもう船酔いグレーでだらしねえぞ。とはいえこの揺れはさすがに中立海域の無人島、ああこれだ。そこだ、そこに寄ろう。しっかりしてくれってばよ。ナルトじゃない。おい、こっちこっち。こんなところで何やってんのよ。で、ガイ先生に休んでもらうためにここへ。うん、そっちはどんな任務なんだ。うん、実は綱手様の指示でね、飛薬や兵糧丸の材料を集めておきたい。うん、これ七草島、ここはいわば薬草の宝庫だ。あの、ここは。そこは余裕があればでいい。準備は万事 OK。 いつでも出発できるよ。おお、鹿丸のいない10班の残り物。余り物って言ってほしいね。そうだよな、みんないろいろやってんだよな。俺もなんかしなくていいのかな。ナルトにはこの先で大きな任務が待っている。私たちを手伝ってくれない？ねえ、だって草取りだろ。そうよ、たかが草取り、簡単でしょ。さっぱりわかんねえ。ちっとも簡単じゃねえじゃねえかよ。だが二人と一緒にガイ先生のお守りしてりゃよかったってばよ。これを参考にして、戦争が始まればどうしたって負傷者が出る。その人たちを治療するためには絶対やっておかなきゃいけない任務よ。場所を変えてみる。もっと上の方に行ってみようよ。ボロガンの材料も探さなくちゃ。そうね。よっしゃ、やるってばよ。ナルト、これが違う、これが違う、これが違う。お、活力人参だ。なんだ、やっぱりあったのね。いい兵糧丸ができるぞ。木の葉の方々とお見受けしましたが、あなたたちは。私どもは南にあるベニス島の忍びです。この島に薬草を集めに来ておりました。ですが、それではあなた方もお困りでしょう。おい、それでは、はい。このお値段でいかがでしょう。え、あの、くださるんじゃないんですか。は？勘弁してください。私どものような小国は生き延びられません。あんた、それが分かっていながら商売しようっての。あなた方だって任務は金で受け、ランク分けして金額つけて。一つ抜いては金のため、三つ抜いては金のため。忍び連合結成してるっていうのによその忍びといざこざ起こすわけにはいかないわよ。この辺りのがよそに取られたからだーってことはねえってばよ。高いものはこれからです。俺に任せろ。どうして辛いかになるんだってばよ。あ、大魔頭が生えてるはずなのに。もう取られちゃったのかな。そう思いたくはないけど。よいしょっと。あ、でも少し残ってんじゃん。なんだ、あいつら俺たちに残してくれたんだな。取らないのは祭祀の原則よ。なんだよ、俺たちのためじゃねえのかよ。お先に。やっぱり渡るなかれ、ベニス専用。へえ、渡るなったって渡ってやる。ああ、体が巻きつけられてるのってしびれ草じゃない。やっぱり罠だったんじゃない。ああ、ナルト。ベニーモリミッキーマン、見つけたよ。またやられた。余計な時間食っちゃったから行くってばよ。誰のせいでのんびりしてると思ってんのよ。こうなったらここ行くか。地獄谷。地獄谷？地の底から湧き出る泥、多分かなり危険なところね。ええ、よーし決まった。そんなら地獄谷に行くってばよ。さてどうしたものか。あんたたち、お前らケチな罠張ってんじゃねえってばよ。万能泥を手に入れて帰る。お待ちください、ご覧ください。さてどうやって奥にある万能泥を取りに行けばよいのやら。
多重影分身の術。ジェーン、なんか道具がないと取れねえってばよ。おかげさまでルートの確認ができました。行く気なの？遊びで商売をやっているわけではありません。今です。ルートンライトッパス。何あれ？走れ走れ！あ！やべえぞ！ちょっと走ってちゃ続けろってばよ！なぜ？後でどれだけ引っ掛けられるかわかりません！金なんか取らねえってばよ！大玉螺旋丸！あの、何と申してよいやら、助けていただき誠にありがとうございました。敵対するばかりじゃないわよ。ですが、時には利害を超えて手を結ぶ。今の忍び連合がそうよね。これは私たちからのサービスです。この万能泥をお持ちください。積み込み済みのあちらの薬草も全てお持ち帰りください。助かる。ありがとうございます。すげえなお前。おーい、ありがとな。そっちも頑張れよ。忍び連合に恩を売ったまでですよ。損して得取れってね。あー、ナルト、お、しっかりね。特別任務頑張って。おー